雪女、小泉役も、田辺隆二役。武蔵の国のある村に、モサク、ミノ吉という二人の聖がいた。この話のあった時分には、モサクは老人であった。そして、 彼の年季傍行人であった美乃吉は十八の少年であった。毎日彼らは村から約二里離れた森へ一緒に出かけた。その森へ行く道に越さねばならない大きな川がある。そして渡し船がある。私のあるところにたびたび橋が架けられたが、 その橋は洪水のある旅ごとに流された。川の溢れる時には普通の橋ではその急流を防ぐことはできない。模索との基地はある大層寒い晩、帰り道で大吹雪にあった。私場に着いた。私森は 船を川の向こう側に残したままで帰ったことが分かった。泳がれるような日ではなかった。それできこりは私森の小屋に避難した。避難所の見つかったことを行行に思いながら、小屋には火鉢はなかった。火を焚くべき場所もなかった。窓のない 一方無の二乗敷の小屋であった。ックと美乃吉は戸をしめて、美乃を着て休息するために横になった。はじめのうちはさほど寒いとも感じなかった。そして嵐はきにやむと思った。老人はきに眠りについた。しかし少年美乃吉は 長い間、目を覚ましていて、恐ろしい風や戸にあたる雪の絶えない音を聞いていた。川はゴーゴーとなっていた。小屋は海上の輪船のように揺れて、ミシミシ音がした。恐ろしい大吹雪であった。空気は一刻一刻寒くなってきた。 そして、みのきちは、みのの下で震えていた。しかし、とうとう寒さにもかかわらず、彼もまた寝込んだ。彼は、顔に夕立ちのように雪がかかるので、目が覚めた。小屋の戸は、無理押しに開かれていた。そして、雪明かりで、部屋のうちに女、全く白装束の女、 見た。その女は模索の上にかがんで彼に彼女の息を吹きかけていた。そして彼女の息は明るい白い煙のようであった。ほとんど同時に身の岸の方へ振り向いて彼の上にかがんだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発することができなかった。白衣の女は 彼の上にだんだん低くかがんで、しまいに彼女の顔はほとんど彼に触れるようになった。そして彼は、彼女の目は恐ろしかったが、彼女が大き綺麗であることを見た。しばらく彼女は彼を見続けていった。それから彼女は微笑した。そして囁いた。 私は今、一人の人のように、あなたをしようかと思った。しかし、あなたを気の毒だと思わずにはいられない。あなたは、若いのだから。あなたは美少年ね。みのきちさん、もう私はあなたを外視はしません。しかし、もし、 あなたが今夜見たことを誰かに、あなたのお母さんにでも、言ったら、私にわかります。そして私、あなたを殺します。覚えていらっしゃい。私の言うことを。そう言って、向き直って、彼女は戸口から出て行った。その時、 彼は自分の動けることを知って、飛び起きて外を見た。しかし、女はどこにも見えなかった。そして、雪は小屋の中へ激しく吹きつけていた。身の吉は戸を閉めて、それに木の棒をいくつか立てかけてそれを支えた。彼は風が戸を吹き飛ばしたのかと思って見た。彼はただ、 夢を見ていたかもしれないと思った。それで入り口の雪明かりの瞬きを白い女の形と思い違いしたのかもしれないと思った。しかもそれも確かではなかった。彼は模索を読んでみた。そして老人が返事をしなかったので驚いた。彼は暗がりへ手をやった。 模索の顔に触ってみた。そして、それが氷であることが分かった。模索は硬くなって死んでいた。明け方になって、吹雪は止んだ。そして、日の出の後少ししてから、私森がその小屋に戻ってきたとき、 模索の凍えた死体のそばに、身の吉が知覚を失うて倒れているのを発見した。身の吉は直ちに解放された。そして、すぐに正気に帰った。しかし、彼はその恐ろしい夜の寒さの結果、長い間病んでいた。彼はまた老人の死によって、 ひどく驚かされた。しかし彼は白衣の女の現れたことについては何も言わなかった。再び達者になるとすぐに彼の職業に帰った。毎朝一人で森へ行き、夕方木の束を持って帰った。彼の母は彼を助けてそれを訴え 翌年の冬のある晩、家に帰る途中、偶然同じ道を旅している一人の若い女に追いついた。彼女は背の高い、おっそりした少女で、愛き綺麗であった。そして、身の吉の挨拶に応えた彼女の声は、歌う鳥の声のように彼の耳に愉快であった。 それから彼は彼女と並んで歩いた。そして話をしだした。少女は名はおゆきであると言った。それからこの頃、両親とも亡くなったこと。それから江戸へ行くつもりであること。そこに何軒か貧しい親類のあること。その人たちは、 女中としての地位を見つけてくれるだろうということなど、みの吉はすぐにこの知らない少女に懐かしさを感じてきた。そして見れば見るほど彼女が一層綺麗に見えた。彼は彼女に約束の夫があるかと聞いた。彼女は笑いながら何の約束もないと答えた。それから、 今度は彼女の方で、身の吉は結婚しているか、あるいは約束があるかと尋ねた。彼は彼女に、養うべき母が一人あるが、お嫁の問題は、まだ自分が若いから、考えに登ったことはないと答えた。こんな打ち明け話の後で、彼らは長い間、物を言わないで歩いた。 しかし、ことわざにある通り、気があれば、目も口ほどにものをいい、であった。村に着く頃までに、彼らは、お互いに大層気に入っていた。そしてその時、みの吉は、しばらく自分の家で休むようにと、おゆきに行った。彼女はしばらくはにかんでためらっていたが、彼と共に、 そこへ行った。そして彼の母は彼女を歓迎して彼女のために温かい食事を用意した。お雪の立ち居振る舞いはそんなに良かったので三の吉の母は急に好きになって彼女に江戸への旅を伸ばすように進めた。そして自然の成り行きとして おゆきは江戸へはついに行かなかった。彼女はお嫁としてその家にとどまった。おゆきはそう良い嫁であることが分かった。みのきちの母が死ぬようになったとき、五年ばかりの後、彼女の最後の言葉は彼女の嫁に対する愛情と 称賛の言葉であった。そしておゆきは身の吉に男女十人の子供を産んだ。皆綺麗な子供で色が非常に白かった。田舎の人々はおゆきを生まれつき自分らと違った不思議な人と考えた。大概の農夫の女は早く年をとる。 しかし、おゆきは、十人の子供の母となった後でも、初めて村へ来た人と同じように、若くて、みずみずしく見えた。ある晩、子供らが寝た後で、おゆきは暗闘の光で、針仕事をしていた。そして、みのきちは、彼女を見つめながら言った。お前がそうして、顔に明かりを受けて、 針仕事をしているのを見ると、わしが十八の少年の時あった、不思議なことが思い出される。わしはその時、今のお前のように綺麗な、そして色白な人を見た。まったく、その女はお前にそっくりだったよ。仕事から目を上げないで、おゆきは答えた。 その人の話をしてちょうだい。どこでお会いになったのそこで美之吉は、私森もりの小屋で過ごした、恐ろしい夜のことを彼女に話した。そして、にこにこしてささやきながら、自分の上にかがんだ白い女のこと。それから、模索老人の、ものも言わずに死んだこと。 そして彼は言った。眠っている時にでも、起きている時にでも、お前のように綺麗な人を見たのは、その時だけだ。もちろんそれは人間じゃなかった。そしてわしは、その女が、恐ろしかった。大変恐ろしかった。が、その女は、大変白かった。 実際、わしが見たのは夢であったか、それとも雪女であったか、わからないでいる。お雪は、縫い物を投げ捨てて立ち上がって、身の吉の座っているところで、彼の上にかがんで、彼の顔に向かって叫んだ。それは私、わたし、わたし、わたしでした。 それは雪でした。そしてその時、あなたがそのことを一言でも言ったら、私はあなたを殺すと言いました。そこに眠っている子供らがいなかったら、今すぐあなたを殺すのでした。でも、今あなたは子供らを大事に大事になさるがいい。もし子供らが、 あなたに不平を言うべき理由でもあったら、私はそれ相当にあなたを扱うつもりだから。彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなっていった。風の叫びのように。それから彼女は輝いた白い霞となって、屋根の 胸ぎの方へ登って、それから煙出しの穴を通って、震えながら出て行った。もう再び彼女は見られなかった。